皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は、小学校3年生の国語の単元、三年峠の3時間目です。1、2時間目の動画を見ていない場合は、それらを見てから、この動画を視聴しましょう。今日は、物語を読んで、三年峠の 面白いと思ったところを文章に書く学習です教科書66ページから76ページを見ながら一緒に国語の学習に取り組みましょうこの授業の中では何度かこのマークが登場しますこれは一時停止を表すマークですこのマークが出たら動画を一旦止め活動に移りましょう それでは目当てをノートに書きましょう。ここで動画を一旦止めて、書き終えたら動画をスタートさせましょう。書けましたかそれでは活動に移ります。この物語の面白いと思ったところを書いてみましょう。ポイントは、面白いところは人それぞれで違うということです。出来事と その解決などの物語の組み立てが面白いという人もいれば、登場人物の行動や様子の表し方、変化が面白いという人、また、言葉の使い方や文の調子が面白いという人もいます。面白いと思ったところだけでなく、自分が面白いと思った理由も書くことで違う考えの人たちに、 その物語の違った楽しみ方を伝えられます。どうして面白いと思ったのか、理由も書いてみましょう。理由を書くときの文章の終わりは、〜何々からです。と書くと、相手によりわかりやすく伝えやすいです。それではここで動画を一旦止め、面白いと思った理由も合わせて、 文章にしししてみままょうできましたか先生はこのように書いてみました黒で書いてあるところが面白いと思ったところ赤で書いてあるところが面白いと思った理由です文例にも同じように面白いと思ったところと理由を書いてありますそしたら 皆さんが書いた文をお家の人に伝えてみましょう伝える人に物語の面白いと思った理由が伝わるように書くことができていれば OK です今回の単言「三年峠」は韓国のお話ですが世界の民話や昔話には教科書77ページのように古くから語り継がれてきたものがありますこの中に 皆さんの知っている物語はありますかこれらの本は学校の図書室や地域の図書館にもあるのでぜひ読んでみてください。読んだら今回の学習を生かして民話や昔話の面白さが友達に伝わるように紹介してみましょう。紹介を書くときには次の文を参考に書いてみましょう。 これは、王様と9人の兄弟という物語の紹介です。題名とどこの国のお話か、どんなお話か、面白いと思うところ、これらの3つのポイントを押さえて書くと、相手にわかりやすい文章が書けます。今日の学習では、 ここのの物語の面白いとと思ったたろを書く学習に取り組みました面白いと思ったところだけではなくどうして面白いと思ったのかその理由を書くことで違う考えの人たちにその物語の違った楽しみ方を伝えられますそれではここで動画を一旦止めてノートにまとめと振り返りを書きましょう これでこの単元の学習は終わりです。最後まで頑張りました。